はいどうもこみです。さて本日はですね、えー、語り系の動画になります。あの、全くですね、えっ、ー、と、画面見てもらう必要は多分ないと思いますので、えー、ま、なんかね、資源狩りをするにしても、なんか、ま、対戦のプランニングをするにしても、まあ、その、 聞き流すような感じで、あの、傍らにこうね、端末を置いて聞いてもらえたらと思うんですけども、何かっていうと、私ですね、このクラクラっていうゲームを始めて、えっ、ー、と、今まあ、6年ぐらい経つのかな、なんですよ。で、すごい長いんですけど、まあ実はですね、あの、全く私ってそんな、花々しい経歴なんてないんですよね。あのー、他のユーチューバーの方、 っていうと、もしかしたら、まあ、誤解があるのかもしれませんけど、私にね。あの、すごい、例えば、もう世界のトップやってますとか、えっ、ー、と、もうそういう日本のね、トップのリーグとかクランとかにいますとか、えっ、ー、と、もう本当公式的なね、場で活躍されてる方っていっぱいいるじゃないですか。だけど、僕なんて、本当に、なんていうんですか、もうなんの、その、技術の凄さもなければ、まあ別に普通の一般、 すぎるぐらい一般のプレイヤーだと思うんですよね、うん。別にオンリー戦とかで活躍してるわけでも全然ないし、まあ、大会で目立った成果なんかも正直なとこないわけですよ。 で、えっ、ー、と、まあ、今回なんで、えっ、ー、と、私がですね、ど、あの、語り系の動画を、えー、入れるかっていうと、えっ、ー、と、今、新たに、このクラクラを始めた方とか、あとは、ま、その、リーダーさんとかでね、運営に迷っている方とか、あと、ま、クランにいない方、まあ、いてもなんかちょっとこれ違うなとか思っている方とか、このゲームを通してなんかしらで、ね、こう、悩みを持っている方の、まあ、少しでも参考になったらいいなと思いますし、あとは、ま、これからですね、野望があって、夢があって、まあ、いろんなね、 目標がある方、たくさんいるんじゃないかと思いますが、そういう方のねえ、これからのご自身のま運営だったりま、自分の立ち回りのヒントになればなと思って。私のまこの6年間に関しての語りをしたいと思ってます。で、えっ、ー、と非常に多分長くなりますので、動画を2つに分けようと思います。私がリーダーになるまで、あとはリーダーになってから、えー、っていう形でね大きく2つに分けて話をしていこうというふうに思います。 ではですね、早速行ってみたいと思うんですけども、私がですね、クラクラ始めたのは、えっと、まあ、2014年ですね、確か。うんで、 一人でずっとやったんですよ、最初。あの、一年間はもう完全に一人ぼっちでした。クラン何も入らずにファーミングを、まあ、暇の時にやってたんですね。まあ、私、小学校の頃、シムシティっていうゲームがあったんですけど、まあ、今もありますけどね。あの、それを結構ですね、パソコン、あれ、Windows98 とかかな <laughs> あの、懐かしいんですけど、それで、あの、一生懸命こう、街を救ってたんですね。で、そういうのをまたしたいなと思って、ウィンあの、シムシティ探したら全然シムシティっていうゲームがその当時なくって、無料で。 で、無料でできる村作りゲームなんかないかなと思ったら、まあ、このクラクラがあったわけですね。なんで別にクラン対戦がしたいとか、そういうので、えー、入ったわけでは全然なくって、村が作りたかったんですよ、本当最初は。<laughs> そんだけなんです。なんで、えー、クラに入んなかったんですけども、まあ、実際ですね、始めてみると、まあ、クラの存在にま、すぐ気がつくわけですよね。でも入んなかったのはなぜかっていうと、私ですね、すごいま、奥手なんですよ、元々は。で、人と競い合うのが、まあ、当時すごい、あのー、 なんていうのかな不得意、不得意っていうか、うん、まあ苦手っていうか、そんなに魅力を感じなかったんですね。あの、情けない話なんですけども、まあ、よくいるじゃないですか、その高校とか中学校の部活動なんかやってても、本気出して負けるとめちゃくちゃ悔しいから、俺はまだ本気出してないぜ、みたいな感じで、その、自分の守りに入ってる方って、自分自身、そうかもって方いたりしません私まさにそういうタイプだったんですよ。本気でやったら俺はもっとやれるんだっていう、そのなんか、 あの、自分自身の安っちいプライドみたいなものっていうのをずっと持っていて、それにすがりついてたところが正直あったんですね。なんでクランに入らずに自分だけの世界で満足したんですよ。人と競わずに済むじゃないですか、クランに入んなければ。なんで。で、えっ、ー、と、まあ、あとコミュニケーション取るのがめんどくさかったからっていうのもありますね。まあ、シムシティがしたかったんで、村作りにしたかったってことで。で、黙々とですね、まあ、当時タウンホール8までのカンストぐらいまでファーミングしました。まあ、それってだいたい1年間ぐらいです。 あの、お金も一切使わなかったっていう嘘になるか。実は1200円だけ使ってます。あの、大工の小屋が全然足んなくて、あの、大工を追加するのに1200円だけ使いました。<laughs> まあ、これ、後々ちょっとね、あの、波紋を呼ぶ話にもなってくるんですけども。まあ、んな感じでファーミングをしてたんですね。まあ、クランにまあ、もう入らないつもりでいたんですけど、まあ、ちょっとですね、まあ、試しに入ってみるかと思って、その当時ですね、私、えー、一番最初入ったクラン、こちらなんですね、実は。 ええと、ええー、と、見てもらうとですね、ブックマークに確か今でも入ってるんですけど、ええー、と、どこだええー、と、これだ。山梨県人会、林ってやつですね。ここにいました。 TSY さん、私一緒にプレイしてましたね。一番上にいる、うん。結構知ってる名前の方がいっぱいいますね。マンテンペアさんとか、タンタンタンさんとかですね。うん、もうこう、完全にかそってしまっているのが少し悲しいんですけども。まあ私、もともと生まれが山梨なんで、ここに入ったんですけど、まあ、当時はですね、今と違って、もうタンホールって必ず真ん中にあるような、あのー、配置ばっかりだったんですね。で、当然クランに入ってクラン対戦っていうのが、まあこの当時、ちょうどできてや1年間ぐらいかな。 した頃だったんで、やったんですけど、まあ、星1連発ですよね。そもそもそうなんですよ。サイドカットなんて言葉すら知らない私だったんで、あのー、もう3ヶ月ぐらいやって、やっとですね、えー、サイドカットって言葉を知りました。ドラゴンばっか、当時使ってましたね。もうドラゴンラッシュしかしませんでした。が、当然サイドカット知らないので、ドラゴンが運よく真ん中に入ったらラッキーみたいな感じですね。もう面出しドラゴンドバーって感じですね。<laughs> ひどかったんですけど。うん。 で、えっ、ー、と、まあ、当時、私にとってはですね、星2を取るのが今のさらしなみに難しかったんですよ。本当にね、星1ばっかりです。で、えっ、ー、と、まあ、そんな中でもま、3ヶ月間くらいやってると、まあ、みんなの攻めとか見ていながら、ああ、こんな風に攻めるんだっていう感覚が、まあ、自分なりに掴めてくるんですね。 で、えー、っと、まあ、サイドカットっていう言葉も知って、実際それを意識的にやることができるようになったというのが、まあ、入って3ヶ月ぐらい。で、まあ、そこからですね、まあ、ちょこちょこ上手くなってたと思うんですけども、うんと、当時ですね、クランリーダーをしていたミッチーさんっていう方が去ってしまったんですね。で、その頃30人から40人ぐらいいたメンバーっていうのが、えー、そのま、ミッチーさんが非常にまとめ上げてたんですけども、 えっと、いなくなったことによって、一気にかそったんです。で、えっ、ー、と、もうリーダーの押し付け合いみたいな状態っていうのが一時期生まれました。で、えっ、ー、と、まあ、ミッチーさん、今でもプレイしてるのかないたら、ぜひね、あの、どっかで一度お会いしたいというふうに思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、そう飾ってしまって、で、次々こうメンバーがやっぱ抜けてっちゃったんですね。で、私も、まあ、そうなってしまったら、うーん、まあ、ここにいてもなというのを感じました。 あの、申し訳なかったんですけどね、自分で立て直すっていう、ちょっと気力もなくって、で、えっと、このミッチーさんがいなくなった、まあ、3ヶ月後ぐらいですかね、クランを去ったというところです。で、まあ、その当時も対戦の楽しさにも気づいてたんで、じゃあ対戦やっぱりしたいからクラン入ろうということですね。で、クランに入って対戦すると、まあ、資源ももらえるんで、まあ、ファイニングもはかどるわけですね。 で、えっ、ー、と、さっき言ったように1200円しか課金してないんで、まあ、ほぼ無課金状態だったわけです。なんで、まあ、クランにいて、クラン体制で資源稼ぐっていうことも、まあ、私には結構魅力的でした。で、次行ったのが、新潟さんかな新潟っていうクランだと思います、確か。で、えー、なんでかっていうと、私これ、実はですね、えー、大学時代新潟で過ごしたんですね。なんで新潟っていうクランに入ったんですけども、えー、ここに関してはですね、承認してもらって、まあ、45人ぐらいいたんですよ。すごい人が多かったんですね、当時。 当時、まあ、今ちょっとわかんないです。なんですけども、多くって、活気があったんで行ったんですが、承認してもらったんですよ。してもらったんですけども、その直後ぐらいにですね、リーダーさんに蹴られまして、<laughs> なんで蹴られたのか、今でもちょっと私自分でもわかってないんですけども、結構ショックでした。あのー、まあ、それなりに自分、あのー、この山梨県人会では、ま、うまくなってきてるっていう、まあ、自信もちょっとあったので、あなんで、 そんな風にやっぱり僕って大したことないよななんてことを改めて感じさせられて、で、クラに入るのが億になっちゃったんですね。 で、まあ、それからは、ちょっとどうしようかなっていう時期が、まあ、1ヶ月、1週間ぐらいか、1、2週間ぐらいかな。ちょっと確か迷ってた時期がありました。怖くってね、また蹴られちゃうんじゃないかと思って。で、えっ、ー、と、とはいええー、じゃあどうしようかと思った時に、とちょうどまあ、当時、タウンホール9の感想のあったくらいだったんですけど、えー、この関西クラクラクラブに入りました。まあ、その時ですね、私仕事の関係で大阪にいたので、じゃあ関西系のクラブに入ろうと思って入ったわけですね。 はい、なんですけども、ええー、と、まあ、その当時、タンォーー九の乾燥っていうのは、ええー、と、まあ、クラクラで言う、ま、乾燥状態なわけですよ。私、お金一切使わずに、結構ですね、村は育てたんですね。うん、毎日ファーミングやってたんで、<laughs> あの、アホみたいにね、やってましたんで。 で、えー、ただですね、対戦に関しては、まあ、そんなに当然成長しているわけではないので、えー、対戦の上位にいるのに、星1とか0を連発するんですよ。わかりますかねこの辛さ。対戦の、えっ、ー、と、まあ、20人とかでやってる対戦の1番、2番、3番目ぐらいにいるのに、星1、星0を毎回やっちゃうんですよ。で、そうなってくるともう、仲間から、ナイスアタックとか、ナイスファイトとかいう、あのー、慰め的な、えー、言葉もなくなってくるわけですね。もう、ほぼ無視。 の状態で、はい、じゃあ次誰ここ行きますかみたいな感じの会話になっちゃうわけですよ。めっちゃくちゃ辛かったです。本当に。なんかもうね、自分の本当に存在意義に関して、えー、ここすっごく悩みました。やっぱりね、関西クラクラクラブは当時、その頃も、やっぱ前回取るプレイヤーっていうのは何人かいて、明らかに当時また、その前には私がいた山梨県人会とは少し違ったんですね、レベルが。 あ、で、ちなみにですね、あの、風林火山っていう風に山梨県人会って4つクランがあるんですけども、まあ、そこはですね、全部が潰れてるわけではなくて、まだかなり40人超ぐらいかなで活動しているクランも当然あるので、あのー、山梨県にね、まあ、ゆかりのある方っていうのはぜひこちらにも、あの、行ってみてもらえたらいいなという風に思っているので、あの、全部が、あの、完全に飾っているわけではないというところだけは補足させてもらいますが、まあ、とにかくですね、あのー、まあ、その当時の林、風林火山の林の山梨県人会と比べるとカンクラって結構強かったで で,すよで、すよでえっ、ー、と、ものすごいですね、あの、悩み悩んで、じゃあどうしようかと。この足手まといになるのが嫌だったんで、ネットでいろんなことを検索したんですね。あの、攻略サイトがないかと思って探しまくったわけですよ。<laughs> そうしたら、えー、当時ですね、鉱山さんっていう、クラクラ YouTuber の方がいらっしゃって、この方の動画に辿り着いたんですね。で、それを一生懸命見ながら勉強をしまくりました。とにかくね、もう攻め方をパクって勉強っていう感じですね。 で、えー、まあ、その頃ですね、ちょうど流行ってたのが、えー、っと、えー、っと、ゴーレムにバルキリー、あと、ホグライダーを混ぜた、ゴービーバーからの裏ホグみたいな戦術だったんですね。あの、懐かしいなって思う方いらっしゃる。 しゃると思うんですけども、本当にね、あればっかりやってましたね。もうどんな配置に対しても5位はからの裏ほぐみたいなまあでもそんな風な形で1個も、まあ攻めを極めたおかげで、ある程度ですね、あの、どんな、まあ、んと、相手が来ても多少星2の高破壊率ぐらいはいけるように、まあ当時になったというのと、あと同時にですね、まあ攻めで役に立たないんだったら、なんか別のところで役立とうと思っていろいろ考えました。 で、えっ、ー、と、その時やったのはですね、まず作戦をなるべく提案して、えー、リーダーを助けるってことですね。だいたい、えー、クラン対戦って何度も何度もやっていると、まあ多分たいどれぐらいの星数の勝負なんのかなっていうのが見えてきたりするんですよ。で、えー、そういうところに関して、えー、自分なりの、まあこれくらいで落ち着くだろうから、じゃあ、えー、誰がどこまで行ってどこら辺は捨ててもいいんじゃないですかみたいなことっていうのを、えー、こうリーダーとかね、まあこのサブリーダーにまあ提言するみたいなことをしました。まあちょっとね、それもで り感はあるかもしれないんで、すけど何もしないいいよりはいいだろうと思ってでえー、まあそんなこともしながらですね、えー、クラン対戦にこう、のめり込んでいったんですね。で、そうすると、だん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 、まあ対戦でも全開も取れるようになってきて、で、まあカンクラに入ってですね、まぁ、あ、半年ぐらいで、えー、全開率で言うと、まぁ、上位陣にまぁ、あ、えー、食い込めるかなぐらいにはなりました。 まあこれがちょうどクラクラ始めてまあ2年間ぐらいですね。だから私、クラクラ始めて2年間ぐらいは前回でほぼ取れないプレイヤーだったんですよ。つまるところですね。 で、えっ、ー、と、まあですね、あそんな風になってくると、まあちょっと調子に乗ってくるわけですね。<laughs> あの、あの、上、上にどんだけすごい人がいるのかも知らずにですね、もう私結構、うん、あの、できるじゃねえかと思って。<laughs> で、えー、まあそんな調子に乗って、えー、やろうと思って立ち上げたブログが、無課金コミーのクラクラ攻略っていうね、実はブログが今で、今はもう当然更新してませんけど、あるんですね。で、まあいろんな検証とかをやったりして、自分なりに、まあクラクラを、うんと、 掘り下げた内容っていうのを、まあ、このブログに上げてやってました。 まあそんなようなね、ことで、ええと、まあリーダーからもですね、ぜひサブリーダーにっていうふうにまあ言ってもらえて、まあサブリーダーになったっていう感じが、まあ、うんと関西クラクラクラブ入って、だからまあ半年ぐらいですね。はい。で、対戦のオーダーなんかも担当したんですけども、まあクラウン上ウってまあ当時私やったこともないし、まあチーム運営そのものに関して、まあまだ未熟なところもあったんですね。例えばですね、あの今ってこういう、えっと、自分がクラウン対戦に参加したいかどうかって、こういうその、 えっと、マークで表現できるじゃないですか、こういうの。こういうクラン対戦に参加します。緑の札と赤札とか言ってますけどね。で、えー、当時これなかったんですね。なんで、えー、クラン対戦に参加したいかどうかっていうのは、もう個々のチャットとかで判断するしかまあなかったわけなんですけども、えー、それを見逃しちゃってですね、えー、参加に、えー、しちゃった仲間が、まあ自分のことは気にしてくれないんですねとか言って去っていっちゃったとかね、いうことがありました。まあ、 うん、クランに入って半年ぐらいで、まあ、サブリーになったので、まあ、このクラン立ち上がっても、その当時1年半ぐらい経ってましたから、あの、先輩からすればですね、新参者が何を調子に乗ってという風な感じも結構ありました。まあ、私が話しかけても返事してくれない人とかもいましたね、当時ね。うん。まあ、そんな風なこともあったんですけども、 で、同時にですね、まあ、ここのクランリーダーをされてた、まあ、初代リーダーのスターバックスラテさんっていう方がいらっしゃったんですけども、まあ、この方がですね、本当にま、すごい、あのー、私の中でリーダーとはこういうものだっていう自分の基準を作ってくれたような人だったんですね。あのー、何たるかを本当にもう背中で見せてくれました。例えば、その、各メンバーに、 ちゃんと声かけるんですね。あの、攻めた時にナイスアタックとか、えー、ここがこうだったよね、みたいなところを良くも悪くも言うわけですよ。これね、確かなんかツイッターかなんかで確か、えー、サリャコさん、うんっていらっしゃると思うんですよね。今日のモナとかでよくツイートされている方で有名。あの、新宿会とかね、オフ会もよくやってらっしゃる方なんで、あの、してる方も多いと思うんですけども、お,おっしゃってましたが、えっ、ー、と、やっぱりですね、あの、何かしら、えっ、ー、と、相手の、その自分が、 見てもらえてるんだっていう、その、ま、承認欲求ですよね。ここのところをやっぱり満たすことってすごいリーダーとしては重要だって話を、あの、確かツイッターかオフ会の場か忘れちゃいましたけども、されていて、まさにその点っていうのをこの、あの、スターバックスラテさんっていう、えー、私の、ま、そのカンクラの初代リーダーもやってました。で、めちゃくちゃそれっていうのは私自身、その、見ていて、あの、勉強させられた部分、勉強されたって言うと、っと上からか。すいません、勉強させてもらえた部分ですね。 で、同時にですね、サブリーダーも結構守ってくれました。まあ自分が任命者サブリーダーたちなので、えー、それがですね、やっぱりまあ私みたいに、あのちょっと周りから、 ええと、ちょっと、まだあなたはっていうふうな目で見られたり、まあ僕自身のその、立ち回りの問題もあったかもしれないですね。あの、そういう、その、心残うんぬんだけの話ではないと思うんですけども。だけどそういうとこも含めて、サブリーダーはちゃんと守ってくれたっていうことですね。動きやすいようにサポートしてくれた。で、えっ、ー、と、まあ嫌だ仕事ってあるじゃないですか。その、キックしなきゃいけないメンバー。 まあいろんな理由がありますよね。援軍もらってばっかでとか、お礼も言わないとか。えっ、ー、とまあこのお礼に関してはちょっと私また自分のんと思いっていうのがあって、まあこれはまた別の時に何かで発信しようと思ってるんですけども、まあ正直援軍のお礼とかはま私気にしない方ですけども、まあそういうのとか、えっ、ー、と、例えばん、対戦攻め残ししまくっちゃうとかで、そういうキックする仕事ってやっぱり嫌なんですよね。誰もしたくないんですけども、それはちゃんともうリーダーがやるんだから。 っていうことで、全部自分がやるって言ってやってくれました。で、まあ、そんな風な形で、えー、みんながですね、自分の力を発揮できる楽しい環境を作ってくれたっていうのが、やっぱりこのリーダーの、えー、ダンタル化って私が一番そこ強く学んだ部分ですし、えー、関西クラクラクラブってもう発足当初から、もうだから6、5、五年間ぐらいかな、あの、ずっと、えー、スローガン、強く楽しくなんですね。強く楽しく。で、強くなるためには当然みんなが力を発揮できなきゃいけないじゃないですか。 なんで、えー、その力を発揮できる環境をリーダーは作る。で、その作ってもらった環境の中で、おのおのが自分の腕を磨いて、えー、対戦に勝つために強くなる。そういう循環を作っていたのが、その、のスターバックスラテさんだったんですね。 ちょっと今ですね、あのー、仕事が忙しくなっちゃって、え、くらくら引退されたんですけども、本当に、あのー、まあ、人としてでですね、私すごい尊敬する方でした。ま、だったりですね、あと、ま、もう一個そのラテさんの大変さっていうのは、リーダーの大変さを学んだのは、うんと、当時ですね、やっぱりクランメンバーが減ってくると、勧誘しようっていうんで、まあ、グローバルチャットがあったんで、まあ、グローシャーを中心にやってましたが、えっ、ー、と、ま、私はだからブログでやってたのかな。 まあ、グロチャーで限界を感じたあるメンバーが、ちょっと他のクランさん行ってきますので、そこで、えっと、なんかこう、かそってるクランさんとかあったら、もしも移り対象がいた場合、自分がみたいなことを言ってたんですね。まあ、今思うと、この方法はあんまりお勧めはできません。やっぱ人を引き抜くっていう行為になってきちゃうので、決してお勧めはできないんですけど、まあ、その当時、自分はそれをやるんだって言って出て、出てたメンバーがいたんですね。クランを。で、大丈夫かなと思ったら、案の定やってしまったんですね。 あの、別のクランさんに行って、えー、こんなところ行ってもすまんないですねみたいなころに行っちゃったんですよ。死んじゃわないですよね。もう普通に考えて、何言ってんだお前って感じなんですけども、そういうことが実際あったんですよ。まあ当然相手のクランさんもカンカンになっちゃって、で、我々のクランプロフにですね、ちょっとこれはちょっと失礼じゃないですかってことでも、そのクランさんも大人なんですよね。感情的にではなくて、ちゃんとこういう方がいらっしゃいましたけども、ちょっとこれは失礼ですよってことをまあ言ってこられたんですよ。もう我々もすごい職業受けました。受けたんですけども、 まあそういう時にもですね、まあやっぱリーダーとして、まあ自分がそこら辺はちゃんとあの筋を通す必要があるからということで、その相手のクランさんに言って、ちゃんとリーダーさんにあのきちっとあの謝罪をしてくれたのが、このラテさんでしたね。本人に言って声いではなくて自分で言ってですね。で、えっ、ー、と、まあ、そ、そ、中の幸いです。本当と幸いにも、あの相手のクランのリーダーさんが非常にまあ話を分かってくださる方で、あの、 まあ、そのクランとして悪意があったわけでは決してないということで、まあ本人にも厳重注意しますということを、あの、飲んでくださって、な、これはじゃあ終わりにしましょうということで、あの、ご了承くださいました。まあそういうですね、やっぱり辛い仕事っていうのも、まあリーダーには特徴としてあると思うんですけど、まあそういうことをやっぱり逃げずに自分でするっていう態度もですね、まあこのラテさんから私は本当に学ばせてもらいました。 さあ、でですね、えっ、ー、と、そろそろ、えっ、ー、と、この動画の話も最終版になります。えー、リーダーを引き継ぐ話にですね、入っていきたいんですけども、まあ、クランに入って、だから半年でサブリーダーになって、で、実際ですね、ラテさんがいてくれたのがもう半年、私が入って1年間くらいでラテさん、あの、引退されちゃったんですね。で、えー、その引退する際に、えっ、ー、と、リーダーやってくれませんかって、ラテさんからオファー来たんですね。 で、まあ私、あの、まず第一声、あの、思いっきり断ったんですよ。それは、やっぱり、まあ私よりもフル株のサブリーダーっていっぱいいるし、まあそもそも私ってそんな柄じゃないと思ってんですよね。人の上に立つというよりは、上に立ってる人をサポートする方がやっぱり自分の、あの、勝分に合ってるなっていうのは、もうこれは若い、もっと若い時、高校とか大学の頃からずっと感じてた、まあ自分の勝分で、 上に立つ人間ではないだろうって思ったから断ったんです。で、えっ、ー、と、結果的には、えっ、ー、と、一番古株でいらっしゃったレランさんって方がですね、えー、2代目のリーダーになってくださいました。で、まあ、それを全力でもサポートするぞとは思ってたんですけども、えっ、ー、と、ちょっとですね、まあ、クランとしては不幸にも、 ま、ご本人からすればいい話だと思うんですけども、レランさんもですね、その仕事が忙しくなってきちゃって、で、半年ぐらいでもうほぼほぼインできない状態にまで、結構もう過労状態、ま、過労って言ったらあれですけどね、ま、そのクラクラのリーダーとして、そのラテさんレベルにインするっていうのができなくなっちゃったんですよ。ま、クラクラ自体はやったんですけどね、で、ご本人もちょっとこんな状態じゃっていうんで、やっぱりそのリーダーをちょっと変わった方がいいんじゃないかってことで、えっと、改めて私雑誌に受けたんですね。あのーリーダー、 どうですかと、うん。ただですね、まあ、その当時、あのー、関西クラクラクラブには、すごいチャットをですね、あのー、なんだ、えー、にぎわしてくれてみんなに声をかけてっていう、本当に、もうラテさんがやってることを、まさにその体験してくれてる方がいらっしゃいました。あの、チャムさんっていう方がいらっしゃったんですけども、 あの、私もチャムさんを押したんですね。あの、クランリーダーにするんだったら、こちらの方の方が、やっぱり、クラン全体にとって、納得感があると思いますよ、ということで押しました。で、私、本当にもう、心の底からそう思ってたし、まあ、それは、実際、そのチャムさんを慕したって、クランにいてくれてるメンバーってのも結構いたんですよ。なんで、私よりもいいんじゃないかってことを言ったんですけども、まあ、その裏にはですね、もう一個は、 えっと、正直ね、クランを潰すんじゃないかと思ってビビってました。あの、私、冒頭言ったように、その山梨県人会が潰れていく様を見てるんですね。リーダーが去った瞬間に。なんで、そのリーダーがどれだけそのクランに大きな影響を与えるかっていうのは、目、まあの当たりにやっぱしてるっていう思いがあったし、えっ、ー、と、そのラテさんからレランさんに引き継いで、だんだんこう、そのレランさんの顔が、んと、なんていうかな、出る、まあ、インディスが下がっていくに従って、クラン全体のやっぱり勢いが起こってくるっていう 来てるっていうのは、まあ、如実に関してはいたんですねなんであの自分がそこをもう一回ですね盛り上げられるのかっていう、まあ、自信が正直なところなかったんですよでお断りしたんですけども、まあ、その時言われたのは、えー、とレランさんからもそうなんですけどもラテさんからも連絡が来て、まあ、その当時ですね、えー、とサブリーダ用の、まあ、LINE が立ち上がってたんですねあのやっぱりそういう、えー、と内輪の,、まあ、あの打ち合わせ ま、こまごました話っていうのは、えー、っと、チャットだけじゃなかなかできないからっていうんで、えー、LINE のグループがサブリーダー限定でこうあって、まあ、そこでですね、あの、仲間を信じろって言われたんですね。まあ、どういうことかっていうと、関西クラクラクラブには別にあなたがリーダーじゃなくても、私がその推薦したチャムさんもそうなんですけど、あの、クランを、あの、しょえる人がいっぱいいますよねと。なんで、えー、そういう人たちがいるんだから、全部自分でしょい込む必要はないんだから、任せればいいじゃないと。 で、なんで、えー私、また、今、コミをリーダーに押してるかっていうと、うん、まあ、一番そのみんなの意見を聞くバランス感覚が自分たちはあると思ったから押してるんだって言ってくれたんですね。まあ、それを言われてちょっと、あのー、まあ、腹が少し、あの、決まりかけたところがやっぱあります。うん。あの、一つはですね、まずそのバランス感覚っていうところに関しては、まあ、自分自身、あの、なるべくこういう組織の中では大切にしていこうと思ってた部分だった。 のを、あの、承認してもらえたということに加えて、えっ、ー、と、仲間を信じろっていう言葉は響きましたね。自分だけでクランやってるわけじゃないんだっていう。ちょっと私は、そのリーダーが全てだと思い込みすぎてた部分があって、まあこれもですね、まあ今後の私のクラン運営にすごく影響を与える一言だったんですけども、仲間を信じる、仲間に任す、仲間に託すっていうところですね。で、この辺っていうのをじゃあ自分なりに、 仲間にその一緒に協力してもらえるような環境をどう作っていけるのか。ある種まあこれは調整になるんだけど、じゃあね、そこまででもあの自分を信じてくれる方がいらっしゃるんだったらやってみようということで、思い切ってリーダー引き受けたというのがですね。 えっと、関西クラクラクラブに入って1年半ぐらいだから、まあ、クラクラ始めて2年から3年ぐらい経つ頃ですかね、に決断したと、まあ、いうところです。でですね、えっ、ー、と、ま、本日に至るまで約3年間、いえ、3年間 2年間か ?2 年間くらいかな ?2 年半くらいかあのー、関西クラクラクラブの、えー、リーダーをしているというところですね。あ、3年になるのかなもうもしかしたら。ちょっとわかんなくなってきました。多分3年くらいになりますかねカンクラのリーダーをやっているというところになります。はい。というところでですね、まあ私の、まあ、クラクラの反省をまずはお話をさせていただきました。まあ、まとめるとですね、本当に えっと、私って、えー、上手い人にもまれながら、一気に成長したとか言うわけでもないし、有名プレイヤーが近くにいたとか言うわけでもないし、あの、ごくごく平凡な、そのクランの中で、あの、楽しみながらやってきて、あの、ゆっくりゆっくり、まあ、育ってきたというところなんですけども、えー、まあ、やっていくうちにですね、やっぱり何か目標が欲しいと思って、えー、上を目指そうという風な気持ちが出てきながら、えー、関西クラクラクラブで、 まあ仲間にも、もう恵まれて、えー、まあ自分の、ま、居場所っていうのをね、えー、作らせてもらうことができました。で、えー、まあそこで精一杯、仲間に対して何かこう、還元できるものがないかなっていうふうに考えて、で、えー、活動していった結果、まあ、リーダーになって、み見たらどうっていう、ま、提案もしてもらえて、 ええ、ま、それをですね、あのー、ビビりながらも背中を押してくれた、まあ、そういう先代のリーダーたちのおかげで、まあ、今こうして私、あの、関西クラクラクラブでこう長くね、このゲーム楽しんでいることができていると、ま、いうところになります。で、えっ、ー、と、ここから先はですね、えっ、ー、と、また別の動画でお話ししたいと思います。まあ、私がカンクラのリーダーになって、ちょっとなんか自分でその、の、何年間やってるか忘れちゃったって恥ずかしい話なんですけど、ええー、ま、2年から3年か え、ぐらい。えー、どういうことをやってきたのかってことですね。で、えー、結果的には今、その日本のですね、まあ JWC っていう、えー、オンリーリーグに参戦、えー、しようっていうことで頑張ってるんですけども、まあまだまだね、このリーグの中で戦ってくる力は、あの、クラン全体として、えー、十分ではなくて、まあ一生懸命頑張ってるような段階なんですが、まあそこに至るまで、えー、どんな風なことをしてきたのかっていうのを、えー、後半部分でまたお話ししたいというふうに思います。 というところでですね、また後半部分もぜひ、あの、この前半、えー、聞いていただいて、ご興味があった方は、えー、見てもらえたらなというふうに思いますし、えっ、ー、と、何かね、えー、その、ご覧いただく、まあ、聞いてもらうっていうかな、あの、聞いていただいた中で、えー、皆さんの、あのー、まあ、クランの運営でもそうですし、まあ、自分自身の、まあ、立ち回りでもそう。あとは、まあ、このゲームで結構、実社会にも役立ちますよね。その、えー、部活もそうかもしれないし、 友達付き合い、あとは、ま、会社、マネージャーとしてのその部下のマネジメント。まあ、そんなところのですね、多少なりとも参考になったら、ま、ほん嬉しいなというふうに思います。まあ、ちょっとね、偉そうに語っている部分があったかもしれないんですが、まあ、まあ、あの、私自身、そんな偉そうに語れるものは正直、まあ、持ってる気はそんなないですね。まだまだ今だって全然。 あの、チャレンジャーだと思ってやってますんで、あの、まあ、そんなね、えー、私の、えっ、ー、と、経歴ですけども、まあ、あの、皆さんに楽しんで、まあ、聞いてもらえる内容に、まあ、少しでもしたいと思いますので、ぜひね、えー、後半の方もお楽しみにしてもらえたらなというふうに思います。 というところで、えと、本日終わりにしたいと思います。まあよろしければグッドボタンとかいうのは、ちょっと今回は、あの、言いにくいので <laughs>、ちょっと、えスキップしたいんですけども、まあこんな私がやってる関西クラクラクラブですけどね、まあご興味があればぜひ、タウンホール12から対戦が大好きっていう方お待ちしておりますので、あの、遊びに来てもらえたら嬉しいです。では、また次の動画でお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。